投げつけて、スゾン、押そう、ボクソーへ、勝因、へ、死んでる死んでる、はい、死んでに、注目されてきたということですね。オリンピックの正式種目、多分もう間違いなくなるというふうに、まあ、一応の、内々ではそういうふうに聞いておりますけど、まあ、蓋を開けるのか、見なければわからないことも、まあ、確かです。まあ、そんな中で、なんで空手がね、復帰したかというのは、まあ、ですね、先人の方々がね、世界中で一生懸命ですね、あと復旧されて、一生懸命本当に、おのまず食わずに皆さん行かれてですね、まあ、いろいろ私も海外行って、話を聞きましたけれども、本当に、大道芸みたいなことをやって、まずは注目を集めて、その後にですね、まあ、しっかりと空手道の精神とか、日本のね、ものの考え方とかをしっかりと、皆さんにね、外国の方々にお伝えして、それが評価されて、今のね、この何千万人と言われる、ね、空手人口につながっている、まあ、今日も、なるしかも残念ながら来れなかったんですけども、フランスでずっと空手をね、やっているフランスなんかは、本当に空手をですね、しっかりと、大切に捉えてくれているんで、フランスで実はですね、空手の道場をやりたいって言うと、勝手にやれないんですよ。ね、国家資格みたいなのがあって、それがないと道場を開ける、それぐらいフランス、まあ、日本よりもよっぽど厳しい、今の家庭に自分が何々理由だといったらできますけど、フランスはそういうわけにいかないですとか、そういうことで、世界中に空手が広がりまして、その世界中な人間空手が、広まった中でですね、まあ、世界で、一番有名な空手家と言われる。先生が実際いらっしゃいます、荒川先生という先生がいらっしゃいます。まあ、お年というかもう興味になっちゃいましたけど、83歳か4歳だと思います。あ、どうもこんにちは、先生、はい、どうぞ入って、ちょっと入っちゃう。その、先生、実は私もご教授いただいたことがあるんですけれども、残念ながら昨日亡くなりになられたんです。まあ、これは和道会の、和道会の方が7段なんですけど、レベルの方は9段、そういう先生でいらっしゃいます。日本一、世界一有名な空手家の先生です。これ大変なことにこれからなると思うんですけど、まあ第一歩入りましたので、皆さん全然ご存知なんてね、ないと思うんですけれども、その先生、阿波踊りの、まあ、第一人の現在でられてる方だったんですけど、ご覧になられたというのは、ちょっと申し訳ございませんけど、1分間、黙祷をね、やらせていただきます。
はい、ありがとうございました。はい、はい、ちょっと話長くなりますけど、ね、聞いていただいた方が、これからのね、稽古にお話します。実は、荒川先生とね、やはり同じぐらい有名な先生で、東京農大のね、OB で師範の荒川先生という方でした。この先生もちょっと最近具合は終わるってですね、会津にお住まいなんですけど、会津若松ですね。私も先週ですね、まあ、お見舞いがてら、行ってまいりました。で、そこでですね、やはりもう、和道流の流祖を常にですね、サポートされていた、いわゆるもう本当に皇帝の一人、荒川先生と一緒にですね、いらっしゃって、和道流のことについて、やっぱりもう、まあ、こんなこと言われないと、今のうちに聞いとかなければということで、いろいろとね、お話を伺ってきまいりました、ね。そこで言われたことはですね、もう何より言われたことは、和道流はね、形じゃないんだと。ね、首都を結構するとか、ね、形じゃない。その時その時に即応できるものの考え方なんだと。ね、吉田先生はそうやっておっしゃってた。ね、だから、それぞれ形も変わるけれども、ね、そんなことは大したことないんだよということを、言われました。まあ実は、荒川先生にしろ、足原先生にしろ、僕はあんまりですね、その肩とかあるんですね、ガラとかいうのは評価高くないっていうか、あんまりやってこなかったんですけど、いや、お前の体はお前の体でそれでいいんだというふうなことを言っていただきました。それぞれは本当に。形はね、確かに、まだっていうか、自分じゃないですか、みんなのものじゃないかもしれないけど、お前からとお前からとだろうというお言葉を何度も書いていただきました。そんな中でですね、やっぱり皆様に皆さんの空手をやっていただきたいと思います。まあ、ただしですね、やはり、これは日本の文化ですね、決まったことはちゃんと間違いなく一生懸命やりましょう。ある程度、決まったことはきちっとできる。それが初段二段だと思います。ね、初段二段まではやっぱり決まったことをきちっとできることが何よりだと思いますから、まずですね、決まったことをしっかりと、ね、そういう形でやっていきたいと。はい。で、今日はもう人数もおりますし、いろいろありますけれども、まず前半ですね、色帯の方もいらっしゃるんですけれども、せっかくこういう機会ですので。和道流のね、型の中で一番難しいね、型を、練習というかね、皆さんに、ね、知っていただいて、稽古していただければと思います。人道という型が一番難しいです。ね、そこに、いろんな意味がありますので、難しい、いろいろ方にとってはとても難しいかもしれないですけど、難しいと思わずにですね、なるほどと。ね、自分がいつか陳情を練習するときに覚えていられるようにですね、いろいろこう考えていただければと思います。はい、ありがとうございます。では、ちょっとさらにですね。はい、じゃあね、来週できればね、時間のある人応援に行ってあげていただきたいんですけども、荒田君がね、東京都大会ね、一般の風に肩で出ますので、相当練習してると思います。なので、長田君にちょっと陣頭を一回、ご飯演舞でやってもらいたいと思います。座ってください、座ってください。もうちょっと。
わせていただいているんですけれども、はい、ですね、今の方が簡単そうに、簡単そうというかね、まあ皆さんも空手をたくさん見てらっしゃるのでお分かりだと思うんですけれども、ね、空手の方、いろいろ見る方も見たことあると思いますけど、ね、他のリアの方とかね、いろいろ興味があるでしょう。その中でね、今の方見ていただいて、もう本当に正直な、感想を、ね、正直に言ってください。簡単じゃない、シンプルだなと思ったし、ね、ちゃんと言える、ちゃんと分かる、シンプルだな、ね、まあ俺ね、初段二段の場合はシンプルだなと思って当たり前なんですよ。まあ、まあ初段、二段の人はそうだからな、二段の人はここで苦労しますね。一番そこが大切なところ、シンプルではないんです。ね、今日説明しますけど、シンプルでもないのにシンプルで見せないといけないのが和道流の一番難しい方だ、ね、なんか平然とやってるよね、やれば分かります、どれだけ大変か、ね、だから僕もよく覚えておいてください、ね、型を、ね、フィギュアスケートと一緒で演武ですから、ですからね、表現力を競うわけです。だから、よそのユアの方とかは、こういうようなことはすごいありますけれども、あんまり空手はない。今通りの空手はない。ね、だから淡々と終わっちゃう。ね、だからそういうふうに逆に、こんなに力んだり、とかっていうのがあったらもう間取りの方は間取りの方でなくなるんですね、残念ながら。だから本当にシンプルに見えるようにやる、だけどシンプルで見えるようにやるのは簡単かといったら実はそうだね。まあいろんな動きがありますから、そこを今難しいんだっていうのを今日体験していただければいいです。いいですか。はい、じゃあちょっと待ってください。はい、じゃあ、やる気もね、あれしながらやってください。はい、まず、はい、行きますね。自分ちょっと場所確保してくださいね。はい。はい、まず第一挙動ですね。第一挙動はい、やってもちょっと、うん、ね、これは、ね、両手でこうやって受けてるように思うんですけども、ね、まあ実はそういう意味だけじゃなくて、これは基本的には片手で受ける、しっかりこれも顎の前、ね、で間違っていけないのが、はい、こっちにこう来ますから、こうやるの。なんかみんなここをこうやってる。なんかどうやったの、ね、まずこの立った位置でここでこういう、ね、受けます。しっかり。ここで受けても危ないから保険で後ろまで来ます。ね、念のため後ろまで来ます。ね、で、こっちの手は、はい。ね、添えるみたいな感じになってるけれども、ねね、この手はこっちに添えてるみたいな、ね、添えてるなってるんですけど、やっぱりここにもあんまり意味がなければ、ね、あれやりませんか、ね、まあ私的には難しいんですけど、意味合いの段目ですよ、はい、この後にね、受けるんですけど、あいつ
1で、はい、ここでバーンと、この時に、はい、ここで1回この顎の前を受けた。そしてここで、はい、もう1回ここで受けた、ね、この状態、ね、こういう、こういう、ね、両手で、ね、両手で受けますよ、ね、相手の突きが来たやつを1、ね、あるね、ここでこう、ね、両手で受けますよっていう意味もあってもいい、ね、あ、何も意味ないでしょこれ言うけど、だけど両手で相手を掴みに行きますよ、ね、受けた後ですか、掴めますよっていう意味、ね、はい、だと思ってた、まあ、やるといいと思います。まあ、なんかね、意味が分かるんでね、あと別に特に意味ないですよね。はい、じゃあ次、ね、そういう気持ちでバン、両手でバッと受ける、ね、受けた後に両手掴める、そういう気持ちでやる、ね、はい、じゃあ次です。次はここ脇腹です。お腹じゃない、お腹じゃない、脇腹を受けます。ここを受ける、ここ、ね、でこれもここからバン、ね、これはもう簡単ですよね。ビンヤン五段の時にやりますね。ビンヤン五段の時にしっかりね、パン、ね、この肘で落とします。ね、じゃあ次はここからここまでです。ここまで落としたからここをで、この肘の捻転で落とします。この肘の屈曲っていうか伸展で落とすんじゃなくて捻転で落とす。ここが落ちて、ね、こういうこっちに人受けやった時にここでバンってやろうと思うね、そう、ね、ここで落ちて、はい、そしたら次ここでつきます。まずはここもここで落としてる、ここで落としてるのを、はい、ここでね、シュッと持ってパッというような気持ちでやる、ね、でつましてやバーンってやって、はい、もう一回持ってパッと、ね、はい、行きましょう、はい、行きましょう、はい、はい、よし、足は平行を出してみましょう、はい、ね、はい、ここを、はい、さっきの肘の捻転の時に、はい、掴んで引っ張る、はい、よし、はい、同じところを逆突きで引っ張って、今度はついたやつをまた引っ張ってきて突きます、3、はい、そこで平行立ちから縦正斜立ちという立ち方がになるね、いいですか、はい、じゃあそしたら次の動作、難しい、はい、歩きですよ、はい、ね、ですか、はい、この動作から、はい、ちょっと横向けます、はい、まず上段を流し受けて、こういうふうに相手の手をこういうふうにこう絡め取るように、ね、こういったやつをここにスーッと流し、だから外受けから流し受けに変わるような感じで流し受けをした流し受けをした後に後ろを向きます、はい、この時に、はい、はい、この時にこの足が払われるのをね、払われると思ったらどうするか、はい、せーの、よし、強く上げるよね、このあれがないとだ、そのでまたその時にこの体が、はい、足上げて、ちょっとでも前に行ったりしない、ね、逆に、はい、後ろに行ったりしない、ここにビュンと軸を作っても、その意識がないと、まあ、一回まで前に行って、はい、
こんな感じでつけちゃうと、まず足が揃わないし、ね、でまた足もいいですか、まっすぐ持ってきて、ここで回ってください、ね、これをここまで持ってきたら、ボヨヨヨンとこういう風に回すと、ね、この軸の、ね、もうこれがもう一番最初の難しいところですね。こんな動作、こんな回り方をする理由はないんです。ね。いいですか。ね。ここまで、一、ガーン、ガーンってなってればありますよ。ね。いいですか。はい。軸を吸って、シャンと回る。はい、よ。はい、ご覧いただきから。はい、よし。ね。はい、いいですね、いいですね、いいですね、はい、はい、そしたら次は上段受けです、ね、上段受け、ね、右手で上段受けするんだけども、左手も上段受けですね、いいですか、はい、はい、いきます、はい、よし、そう、はい、今度は水を打ち落とします、ね、でこのこれも実はフィンヤン5段目ありますね。こうやって上げて、ね、そしてさっきの筋トレのことと同じように落とす。これはしっかりここから、ね、こうやってここから上がったときに、ガンと上がったときに、帯から上はもうアコーディオンがずーんとね、伸びるようにガンと上げます。帯から下は逆に重心を落とします。そういう上半身と下半身のね、体の使い方を分ける、ね、そういうことも、それだったらこうやって上に上げるんだよ、突き上げちゃったらいい話を、ね、こっから上を上げますよ、こっから下はしっかり落として、また落とした力をまた上に伝えますよ、それぐらいの気持ちでね、もう一回やってみましょう、はい、はい、よし、はい、はい、2、はい、次は、ちょっとね、中段部、これでどんだけの感じでやると、もう速攻、移動がきますから、ちょっと軽くでいいですけどね、膝を、まず、そう、右の膝は膝蹴りでいいです。自分の近くを蹴って、ね、で、左足は相手の顎を、だけどどっちにしてもね、足を上げるのに、はい、いいですか、はい、ちょっとこっちに回し蹴りでも何でもそうなんですけど、いや、そうなんですよ、回し蹴りでも何でもそうなんですよ、足を伸ばしたまま、伸ばしたまま上げる、ね、上がらない、ちょっと足を伸ばす、なかなか上がらないですから、はい、ね、これを強く足を、ま、最初に曲げる意識を持ってあげると相手にちょっと2人でやってみてください、最初の足を棒にしてゾーンと上段蹴って、ね、それを今、ね、次は膝を強く曲げて先に曲げる、自分の方に、それも自分の方に強く、はいはい、まあ大体分かった、先に曲げて、これ伸びない、曲げたら伸びない、いいよ、もう怖い、そう、はい、はい、はい、いいでしょ、はい、そうする、とにかく強く曲げると足は膝から先がピョンと入る、強く曲げないとなかなか足上がらない、ね、だから必ず飛ぶときに膝を強く曲げろ、こっちの膝は曲げて膝蹴りだけに、こっちは曲げて伸ばす、高く、ね、ちょっとやってみて、
で着いたら、はい、はい、着地と同時に、これは、あの子を重々受けるかというテストでやりますけども、これもあり得ない、手で蹴りをこうやっていけたらここを一発で折るね、これです、さっきなので、これは相手を突く、相手の蹴りを、ね、相手の蹴りを1、2、突くのを両手でやってます。でこういう技をね、教え、ね、実はこんな、これは受けに来るだろうと、ね、こういう技を練習してると、これ受けですってやって、やってると、ね、こうやって、ね、蹴ったら、じゃあ俺の蹴りをその手で受けてみろみたいな感じで、思いっきり蹴ってくる人がいる、ね、そういう、ね、時に、締め締めっつって、自分で受けないでバチッとつくと、ね、それも結局ね、ここでこの振る方向をこうやってつけると全部負けますから、ちょっと横で行ったくてしょうかね、横からピンとカチンとつくだろうね、そういうことですね、そういう風に思って、これ受けじゃなくて向きつ、それを両手でついて、ついてるようにしてね、受けじゃな、受けのように見せる、体の意地悪ね、はい、はい、そして同じように回りますけど、そこでやはり、ね、ここもやるね、ここでやる、ついて今度後ろへ行くからって、こういう風になったらもう、ね、この状態でやっぱりここにスッと軸をする、そしてビューン、で、まあ、ね、はい、ちょっとやってみて、ここ何回か、はい、はい、どんどんですね、はい、その時にこの足が、ね、大きいシュッと、シュッと、こうしないと、で、まあ、足を持っても、はい、動いて、足を回ったところで、そこで止まらないで、シュッと、まあ、初段ぐらいになって、今度ね、二段、ヒントで打てるような人たちは、しっかりここで一回回って止まってもいいです、止まってもいいです、止まった時にここで、ちゃんとこの足ができて、お腹もしっかり、肉もきっちりと立てる、これが大切です、ね、はい、じゃあ次、ね、あ、次です、あ、次の動作がまたこれだ、ね、はい、いいですか、下段払いなんだけど、ね、まあ、あんまり見る人はいないんですけど、ちょっと後ろ向けて、ゆっくりやった、そう、ね、で、下段払いだから、どうしてもね、みんなね、こういうふうに回しやすい、いっぱいいる、ね、これは原則ありえない、ね、だって、ここには何もないんだ、ここには何もないんだ、ここはある程度はない。危ないのはここら辺が危ないんだから、ここの前は全部ね、カバーして、ね、だから、この状態から、ね、もうここをすぐに受けに行く、この状態をこうやって、ね、それに体が合う、ね、はい、はい、
足をシーンと伸ばしきっちゃうと、これを一回緩めてからしか動けないと体の変換できないわけだから、この足を緩めきらないようにします。ここでスーッと体をお腹を前に持ってきてもいいけれどもね、膝はしっかり緩めて、そして前に出ようという意識を持ってこうやってこういうふうに出ることがあるね。ここまで来て相手が来て危ないんだからね、ここで体位の変換が行われるんだと、ね、でこれはピンヤン5段の時と同じなんですよ、ね、ここでこうやって受けて、ね、はい、そしてパンって危ないからこうやってそのまま受けて、ここでスーッ、ここでピン、でこの後によいしょってこうやってやるね、ここだけのやりになりますけど、ね、この状態からね、頑張ろうとするじゃん、ね、この状態からちゃんと体をね、変えてやればそのままスムーズにできるね、それと同じですね。ほらその後後半も分解してる、だからここがまず上手にできてる人はその後半もできること、ここはできてない人は後半もできる。はい、じゃあやってみよう。ここでここから、はい、1、2、はい、足は、まあ、後屈らしくんですけども、左で後屈するともうこのままね、こういうふうに体が揃ってていいんだけど、でもこれだとね、体がこういうふうにちょっと斜めになったりします。まあこれはこれに限らないからね、こういうふうにちょっとこう。だからこれはまっすぐしてもらえない。で、足が揃ってるので非常に不安定です。ね、だからちょっとこっち向いてください。ね、ちょっとこっち。外側に出て大丈夫足を、ね、そしてちゃんとこの体を起こす、こうならないね、そこから弱くパンと入ってて、そしてこうなりがちですから、ここで入ったらしっかりこれはしっかり体をしっかりこれをまっすぐした状態に体を、ね、こうやったら大体ね、ここがパンと出てる人はこういうふうにしてやるからね、まっ体がまっすぐ、体が斜めになってるからよくこう、これまっすぐしたままこうやると必ずこういうふうにね、はい、その次はそのまま、はい、ここで受ける、ここまで来てこうやって受けるからね、ね、もうこの状態から受けるはず、ここで最後に受けます、はい、よし、はい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 、そしたら、はい、横向いて、この配置、はい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 、そしたら、今度は同じです、ここで、最初まさに見えます、はい、はい、どうぞ、はい、そしたら、そのままドランぐらいの人はあんまり見ないように、見ないようにそこまでやらなくていいんだけど、本当はバッグを見て、あんまりかこうやって見るわけですからね。でもまあ、ドランぐらいの人はこのまましっかり今と同じようにちょっと体がね、こうならないように、このまま肘をね、必ず上げてください。でこういう風になったり、こういう風に後ろに行ったりしないようにね、斜めこの前で少しこういうこういうね、でこれもこっち上じゃないですね、一回こういうふうに外受けと下段払いぐらいの気持ちで、外受けと外受けと下段払いぐらいの気持ちでよし、ね、しっかりこっちにね、ちょっとこっちにグーッと持ってきて気持ちをね、これ後からまたしてよかな、はい、やってみましょう、はい、はい、はい、そしてもう次、はい、ここ返し、やっぱ
まりここでこういうふうにね、こういうふうに情報もないじゃない。でもここでピッとこれ作っちゃったら、ここが大変だ。じゃあ、ここも、ここも尻尾をバーッと、これちょっと曲がって、体を横向いて、足をまま1。ね。はい。はい、そしたら、はい、ここから、はい、今度はいいですか、スーッと、この時にもう絶地にならない、ここでまっすぐ、ね、で、いい、これも、ね、もうここが危ないんだから、ね、ここでこのまま軽く、このまま軽く、はい、ね、その時にやっぱり、大切なのは股関節と膝、ね、ここまで入って、これでね、ちゃんとここでね、膝を曲げながらね、ここが柔らかく使えるね、はい、ね、ここは非常に見せ場であり難しいけどね、簡単じゃない、ね、ね、さっきなるだけこうスースースーってやったけど、やってるなんてまずできないでしょ、ね、上手だからね、必ずギクシャクするはず、そのギクシャクしないところが大事、ギクシャクしないでできたってことがすごい、ね、この動きのね、だからね、その動画にはやっぱりね、眼覚っていうね、神道のいわゆる日本語版っていうかね、まあ、土壌動画の場合はブーンこれでね、これ簡単だ、簡単で力入れた方が楽なの、一つ一つこうこういうね、これ簡単です、ね、スッスッスね、スムーズに回るの難しいね、あのまあショートクラスとかでね、スムーズに回る私はないね、僕からするとね、はい。はい、じゃあそこね、はい、じゃあそこ、また次のポーズね、はい、そしたら次は、はい、しっかり手を引いて、ね、ここでちゃんと引き取るの、ここでバッと、相手が前にしたら、わーばーっと前にするのに引き込んで、はい、そしてやっと同じようにこの時にはやっぱり体こんなふわっと上がり込んでね、はい、で、これもなるべくここを曲げてくださいね、はい、こういうのもあるけどね、やってますよね、しっかりここがやっぱり ねちょっとこの前足の股関節を開くと曲がりやすい、このこっちが詰まってるとこれ曲がらないからやっぱりね、ちょっと開くと曲がりやすいね、はい、ちょっと位置はい、はい、あ、じゃあ今度はフィンヤー三段の時にやるね、フィンヤー三段の時にね、こうやって打つこの時にね、こういう風になっちゃうかな、こっちは当然受けてるんだけどね、こ反対の時はこういう風に体でこうやって打つね、じゃなくてこれは肩甲骨を両方を開いていくんですね、ここでこういうふうに、こういうふうに、これすごい大事、しっかりと、ね、まあ、こうね、結局、肩甲骨を開いたり、締めたり、ね、それも一緒です、肩甲骨ですよっていうことを、しっかり開いて、はい、これと同じで、筋トレも一緒です、ね、用意一緒ってやるのが簡単です、ね、ここ。これで締めます、ね、ここまで浮かれるんですね、ここまでこういう、その時にこうじゃない、ここでそのしっかり浮いて、でここに足、この縦正斜、ね、縦正斜になるような感じで太ももをグッと締める、ね、反対もグッと締める、ここで止まる、ね、ボヨヨンボヨヨンで、はい、ここで、はい、ね、はい、1、2、はい、じゃあ、
二人、それちょっと練習してみて、はい、はい、ちょっと前に手出してあげて、それを受けてみて、肘で、肘で、パチンと受けないと。そこもしっかり軸を保たないとダメですよ、ね、軸がぶれたら何もならないよ。ちょっと顔が下向いたり、うつむき加減になったり、ね、手には力が入んないはずだから、ね、体、足を強く、ね、締めてください。太ももを締めてください。顔まっすぐ、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 顔は動かないよ。顔前に向かって向かって向かって、ボンボンボン、これと、あれができるようにしっかり
っかりこれをこっち、この手は取るだけにしか何も意味がない。実はもう受けじゃないから別にこっちしかね、バランスね、パチパチして、ね、ビューンと。だからこっちを受けに行くけど、片この片足の危ない、蛇が来たとかさ、蛇が見られなくなってきてね、という時ぐらいの気持ちでマジで行ってこっちに逃げなきゃね、だけど、ね、いい、ちょっと見てください、こっちを使わないで、ね、お前の大好きな奥さんを見ながら、ね、ね、やってるな、はい、1、ね、そう、分かった、ね、こっち倒れちゃう、ね、特に目線は向こうに行ってやると、ね、これを、まだ真下、こう真下だけ見てやってみましょう。まだこうやってね。で、まあ、してや今度こっちの手を、まあ、ここを打つぐらい。1、1、1、ここにパンチ。ね。バランスを取る。だからこっちが大切なの。ね。こっちと目線。ね。この、ここは向こう向いてたら、やっぱ向こう行きますよ、だから。ね。だから、しっかり下見ながらこっちにこうやって持ってみて、絶対立ってない。やってみよう、ね、左下を見ながら右斜め上にグーッと手を持ってってずっと立ってないね。はい、それを、はい、右手を下げて、右手を下げて、はい、左を見てごらん、左をそのままずっとね、相当頑張んないと立ってられないはずね。だからこれはここがすごい大事。ここでやった時にね、こうやってやってると、まあ、慌ててやってるやつに伝えるね。しっかりここまでぐーっと持ってきてればね、何回蹴っても、はい、やってみようか。はい、いくよ。はい、止まります。はい、1で足上げてください。はい、1、はい、はい、2で蹴って、蹴ってまた止まります。2、はい、ブラ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 ですね。はい、もう一回蹴る、そのまま3蹴る、はい、もう一回蹴る。しっかりここを蹴れないと、ここ、ここちゃんと、お、はい、膝で、はい、手首蹴って、はい、はい、ほら、こっちなんだ、ね、そう、ね、油断になってくるね、ね、三段か、三段ですね。この手を引いてください。しっかりと蹴るときは、ね、いい、はい、もう一回、はい、引けば、蹴るとき。浮いちゃダメ、手が浮いちゃダメ、手を引くんだ、体を引く場合だよ、はい、ね、目線こっち見てるぞ、ここ受けた、いや、そこまでいない、遠い遠い、ここだ、ここパーンって受けたね、はい、いいですか、はい、ね、はい、そして、はい、ここでドン、ね、はい、ね、ここでドン、ここでいい、ちょっと見ここ行きましょう、ついたらすぐに、はい、よし、はい、よし、
すぐすぐダメか。よし。すぐすぐ。あれだ、すぐすぐ。次はどういう動き？その場で今回終わったら。よし。わかる？ね。だからこっち倒れてるでしょ？ね。だから、はい。ちょっと止まっ、次止まった。ここで一回リセットする。必ず。だから声、なんでここで声出すかって、ここで終わり。もう、心臓は一回ここで終わります。実は。ね。ここで一回、とどめを刺して終わった。ね。それまた次、どんどんじゃない。次のやつが来た時に、ね、ここで決めたんです。ね。それで必ずリセットする。それでここでリセットしないと、さっきみたいにまた前に倒れていく。ね。そうですか。はい、1、はい、ここでさっきと同じようにやっぱ引っ張って、ね、はい、順についてね、右の順にね、右の順にやってて、はい、そこでやっぱり同じように、はい、蹴って、蹴ると蹴る蹴る前でね、ここで引いてきて、ここで止まりましょう。はい、はい、足ブラブラしない、足はね、軸足に絡ませたらなの、しっかりこう添えるぐらいね。そうそう、はい、はい、はい、しっかり、はい、目線はどこ、目線はもうここね、片足になった時は目線って変わるんだね。いい、そして、はい、そのまま、はい、打つ蹴る一緒ね。いい、その時に引き手、よし、はい、引き手、はい、もう一回、はい、2、はい、蹴ります、蹴る、何回も蹴ろう、はい、3、はい、そのために引き手を取って、足、はい、5で、蹴りはね、蹴れないでしょ、こうやってると。だからこれいい、遠くに蹴るんですよ、余計さっきやったじゃんね。どうやったら蹴れるんですかと。そう、曲げればいい、曲げれば蹴ります。室外機反射っていうのがあるからね、それをもうブランドを打ってるのやるから余計蹴れないね。曲げればいい、入ります、はい、はい、1、はい、2、3、4、ここに持ってくる、ここに、あ、ポンポン、あ、これ、ポン、はい、5、はい、ポン、はい、6、はい、7、8、ね、はい、はい、そのまま、はい、今度はそこのね、足の下ろし方ね、ここで1、2、蹴ったらここ下ろして、ここ下ろしてきて、ここからね、いい、ね、いい、こう下ろしてダメよ、ドンとね、蹴って、あ、蹴ったらここで下ろして、そこから斜め前に入ってきて、ピッと当ててるね。これは移動基本の蹴って順次的にやってればできるはずね。しっかり蹴った、1、ドンってやってる人はこれでね、しっかり引いて1ってやってる人は必ずできるはずね。もう2段になったら止めちゃダメなんだけど、でもそのプロセスはちゃんと減ってるっていうのが分からないんだ。はい、今、はい、はい、蹴って、はい、逆向き、はい、1、はい、そうですね。はい、じゃあ そしたら今度は、はい、ね、今度は、はい、この足がバーンっていかれる。だからそれこそバーンって逃げないでね。はい、はい、だからね、こうやってね、もうここでね、このレベルでも目が動くとこうやって倒れてる。はい、しほらもう一回、はい、ね、もっとこう逃げない、逃げるし、はい、よし、はい、そう、それでこっち倒れるぐらいでいいんだよ、逆に言ったら、こっち倒れるぐらいで蹴ればちゃんと蹴れるんだけど、ね、こっちに倒れなきゃいけない、よし、ね、こうやって慌てて蹴るようにね、だけどこっちに倒れるより思いっきり行って入る、ね、蹴りはできるし、こうやって後ろに蹴れば蹴ると大体こうやって体が後ろに下がるね。だから全部こっちから来てんだから、こっちに逃げるの当たり前なんだね。はい、はい、戻ってくる、はい、
ブロックな、はい、グラフィックについて、いいところから、はい、後ろ、はい、足ですよ、足を速く、そして、さっきも言ったこの手、この手のバランス、はい、はい、よし、はい、後ろ、そう、はい、できるよ、はい、ね、はい、蹴って、はい、蹴って、同じ、はい、はい、じゃあこっち見てください、はい、そのまま手を開きながら、自分の肘で自分の溝落ちを叩きながら、ぐーんと入ってきて、はい、中盤、ね、ね、でその時にこうならない、手がね、こういうふうに、これじゃ力が入るの、肘が浮いてるから、でこれを必ず、ね、この肘が外に出てる人はもう速攻原理だ、ね、それはもう間違いない、これは、ね、こっちの力が入らない、これで受けれないということで、ただこれを締める、ね、はい、そして、はい、はい、いい、次は縦ジェイシャンなんですけど、本当はね、でもこのまま、わかんない。体が出るし。ね。はい。いい。このままの状態で、いい。ね。無理やりでいいから。肘とか、肘とかなんかでどうでもいいから、へそを前に向ける。このままの状態。なるべく、この足もこのまま。はい、しっかり。それは呼吸が動いてる、ね、若干これ動いてたから、はい、しっかり、そう、これぐらい動く、ちゃんとやろうとして、ね、そういうつもりで、ね、その体重は前にかけて、やっぱり引っ張ってきてる、引っ張ってきてやってるじゃないですか、で、頑張って、ね、はい、よし、引きすぎ、はい、大体これ広すぎる、はい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 、じゃあ最後、最後ね、これやったらまあとね、なんか割り切り割り切りとしましょう、はい、はい、次、もう超難しい、はい、これ本当ね、まあこれはやっぱりね、運動神経いいしね、間違っててもそんなにブレないね、あの試合でこれがブレたの見たことない、だけどブレます、ね、池田さんの大先輩でね、ワールドカップの会場に、ね、10回やったら2、3回、僕、プレーで、絶対おっしゃる、もう私も5回やると3回ぶれます、はい、ね、それぐらいも、はい、これもしっかりとこの10キロ意識、ね、前を打ちに行くんだけれども、ね、これが、ちょっと足を痛い、前にこうやって行きすぎるとね、これでね、必ずぶれます。ね、だからしっかり当然行くよ、前に行きますよ、でもこの軸をしっかり自分でここで一回意識をします、だから顎をちゃんと締めて、ね、背筋もちゃんと、もうちょっとでもこうなってる人はもうこの時点だ、ね、ここでちゃんとしっかりと、ね、顎が締まって集中できてる状態、ああどうもどうも、大丈夫、はい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 、それぐらい難しい、あの時はね、早く回りすぎてもダメだし、遅すぎてもダメだしね、1で、これはもうね、演舞の時、人に見せる時はここで止まるのが本気です、だけどね、自信がない人はもう止まらないで蹴ってみます。はい、1、回りながら蹴ります。回ります。1、回りながら。これね、でもおかしいよね。ね、もう少し。1、